合成率とは、建築物の構造設計を行う際に、建物の合成の上下方向のばらつきを評価するための指標で、各階の合成を前階の合成の平均値で除した値のこと。建築物では、他の木枯橋に比べて極端に合成の小さい木枯橋があると、地震荷重を受けた際にその木枯橋に変形が集中し、破壊に至る可能性があるため、 可能な限り各界での合成のばらつきをなくし、やむを得ず合成の低い木座橋ができる場合には、破壊に至らないようにその木座橋の体力を高めに、設定する等の配慮が必要である。そのため、1981年の建築基準法、及び同志高齢の改定において、建物の上下方向の合成のばらつきを評価するための指標である、合成率が、 同じく平面内での合成の偏りを評価するための指標である変身率とともに規定された。現在の耐震基準では建物の規模や構造、設計の方法などに応じて各階の合成率が一定値以上であることを確認したり合成率の低い木座端では必要とされる体力を割り増したりすることなどが求められている。なお、建築の分野では 物性値としての合成率は、先端男性係数と呼ばれており、本校の合成率と混同される可能性は低いが、一部のウェブページでは両者を混同している記述も見られる。ありがとうございます。